はい、おはようございます。今日も自宅からお送りしております。今日はね、めちゃくちゃ気になる商品があって、これね、辛いもの好きからしたらね、ちょっと外せないなと思って購入してみました。これですね、これ以前ね、いただいたプルダックポックンビョンの2倍のやつですね。それよりもなんかね、辛いやつ、一応ネットとかでは3倍って言われてるものですね。すいません、あんまり僕辛いもののその数値とか結構ね詳しくないんで分かんないんですけど、一応ね、これには12000スコビル値っていう辛さの度合いらしいです。なんか一応ネットとかではね、以前いただいた2倍なんかよりもめちゃめちゃ辛いって評判なんでね、ちょっと僕も買ってみました。普通のプルダックポックンミョンだと120-130ぐらい茹で前であるんですけど、これがね1袋 80g ぐらいしかないらしいんですよ。結構やっぱ辛いやつってことで少ないらしいです。なんで一応、5袋入りを2つ買いました。全部食べようかとは思うんですけど、ちょっとね、また前回同様、お湯はフライパンで沸かしてるんで、フライパンに入る限りを入れていきたいと思います。今日はね、もう調理編は一瞬です。もう茹でて作るだけなんで、まあ早速作っていきますね。パッケージはね、なんかね、こんな感じ、すげえ可愛いやつ。とりあえず今ね、7袋分フライパンに入れたんですけど、ちょっとね、もういっぱいそうなんで、残りの3袋は取っておきたいと思います。で、忘れてた前回ね、入れ忘れたんですけど、ソースを和える時に茹で汁もね、ちょっと追加していく形になるみたいなんで、事前にその分をね、取っていきます。はい、ということでね、こんな感じで完成しました。まあね、香りとか見た目はね、前回食べた2倍とかとはあんまり差がないんですけど、まあとりあえずね、食べていこうと思います。はい、はい、はい、ということでね、今こんな感じで持ってきました。一応まあ今回は、まあ卵とね、牛乳、あとなんかデザート的な甘いやつは念のため冷蔵庫に入っております。やばかったら食べていこうかと思ってます。よし、じゃあ早速食べようかな。いただきます。いや、これいや、うまそうだけどな。匂いとかはやっぱり全然そんなすごい辛そうな匂いとかはしないかな。よいしょ、いただきます。うん、辛っ。あ、これめっ、あー、すっげえ辛い、これ。2倍の火じゃない。今ね、唇はこう切れてんだけどね、めっちゃ痛い。あ、うん、なんか前の2倍は徐々にね、こう辛くなってきたんだけど、この3倍のやつはね、もう一瞬で辛い。うわ、インスタント麺の辛さじゃないよな、これ。うん。でも、どっちかっていうと、一口目の方が辛い気がするけど、まあでもね、ずっと食ってるとこれ、ダメ、あー、辛い。うん。はあ、すげえ、味はうまいの、すっごい麺も美味しいし、味はうまいんだけど猛烈に辛い。
とりあえず牛乳だ、牛乳。辛い。すごい。もう、一瞬で汗がじわってかいた。おぉ。じゃあ、牛乳でも全然辛さが取れないよ、これ。すごい。汁割りとかじゃないから、すすってもむせたりとかすることはないけど、まあまあでもインスタント史上僕の中では一番辛い。ちょっと卵入れよう。よっ、あもう辛いけど、まあ、突発的な辛さだから時間が経てばね結構すぐ収まってはくる。よいしょ。卵。いや。うん。卵を絡めるとね、うま辛って感じ。十分ビリビリは来るけど、僕の中ではめちゃめちゃ美味しい辛さ。これぐらいがいいかな。まあでも僕の一口もね、量が多いし、まあ今回7袋入れてるから、あれだけど、まあ普通に一袋だったらね、美味しく食べられるとは思う。うん。でもこれ、野菜とか炒めてさ、焼きそば風とかにしてアレンジしたらもっと美味しそう。うん、でもなんかここまで辛いと苦味とかねがなんかちょっと感じるから、僕個人としては2倍ぐらいがまあ一番美味しいかな、味的にも。よっ、でも取れない最後は。かき込んじゃいます。これ最後にね、まあ、ご褒美じゃないんだけど、シュークリームとエクレアね、買ってきました。うん。とりあえずシュークリームから、いただきまーす。うまあ、めっちゃうまいな。うん、うん。まあ、普段もね、辛いもんが好きで食べに行ったりはするんですけど、やっぱその食べ終わった後のね、こういう、甘いもん、アイスとかもそうだし、すげー美味しく感じんだよね。これがすごい好き。エクレア。いいよ。エクレア、エクレア。チョコがうんま。すげー幸せ。ごちそうさまでした。今日いただいたこの3倍のやつね、めちゃくちゃ辛い。前回いただいたね、あの2倍よりもね、もうね、格段に辛くはなってます。まあ本当に苦手な人はね、もう全然食えないレベルだと思うんですけど、まあ元々のこれ、味がとても美味しいんで、辛いもの好きな方はね、ぜひぜひ試してみてください。販売自体は期間限定らしいんで、まあお早めにお買い求めください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。なんか前回よりも余裕だな。